CD といえば歌う魔物の話したっけ。イケラス・エルラン歌う魔物の討伐依頼を受けて森に向かった時だ。え、でかムスウィット・ザルドーナ、キライド・ルギド・リオルラン。ウルフガン・ブラッド、歌う魔物ってメイベル、お前だったのか。魔物に襲われるぞ。大丈夫だよ、ほら、うん、すごい、 これがあれば魔物に襲われずにどこでも野宿ができるんだよ。メイベルさん、まさかあんな好待遇を自分から。視野が狭いね。王都の空は私には狭くて、ね、森で自給自足の生活をしているんだよ。じゃあ倒す。魔物の正体であるメイベルが立ち退く気がない以上倒すしか。分かったよ、出て行くよ。え、ここもさよならか。明日からどうしよう。前にあった指輪売れば。ん、なんだ、あるじゃないか。じゃあ明日街で売ろう。これは取っときだからダメです。銀融詩人なんかで稼いだらどうだ。歌がうまいんだから。私別に上手くないよ。人前とかではちょっと。一人でやるのはいいよな、わかる。メイベルくらい可愛くて歌も上手ければ。またもう、一生ゼニジャブだったのに。日本語ホマル、クッソジョロじゃん。え、一緒ジャブジャブ。もしよかったらなんだけど、ウルフの故郷の歌、私歌おうか。とても寂しそうに見えたもの。こんなことしかできないけど。パポペポン、パラポロパポペポン、ポペポン、パポペポン、パプポペポン。ショッピングモール、旅行、マスエのゲーセンの UFO キャッチャー、ソニック・ザ・ヘッジホッグの BGM でな。ほら、やっぱりセガじゃん。どう、ウルフ、いつかは元の世界に帰るの。私も行きたいな。この曲は、これはナイツのエンディング曲だな。レイベル、レイベル、泳がせれば奥にたどり着く。よし、行くぞ。寝てる今か。な、何やつ。おい、止まれ。まあそんな感じだな。終わったり。